シャーロック・ホームズ。シャーロック・ホームズは19世紀後半に活躍したイギリスの小説家アーサー・コナン・ドイルの創作したシャーロック・ホームズシリーズの主人公である架空の探偵。彼の活躍する一連の作品は代筆として推理小説の分野に一つの頂点を築いた。その魅力は今なお衰えず世界中で読み継がれており、聖書に次ぐベストセラーと評される。 少年や出身地は明確な記述がなく、はっきりしていない。大学時代に、友人の父親にまつわる事件、クロリア・スコット・ゴー事件を解決したことで、探偵業を志すようになり、大学卒業後に、大英博物館近くのモンタリュー街で開業した。1881年、ルームシェアの相手としてワトソンと、初めて出会う、ヒーローの研究。ホームズはその風を見ただけで、 アフガン戦争の福音兵だと見抜き、驚かせた。ワトソンと共に、ベーカー街の下宿で、共同生活を始めた頃から名声が高まり、海外からも事件解決の依頼が寄せられるようになった。1891年に、犯罪組織の頭目であるジェームズ・モリアーティ教授との対決、最後の事件で、モリアーティ教授と共に、スイスのライヘンバフ畑にて失踪。 モリアーティ教授と滝壺に落ちて死亡したと思われた。だが、落ちたのはモリアーティだけであったと後にわかる、空き家の冒険。ホームズは生きていたが、モリアーティ一味の残党から逃れるために姿を消していたと発言している。また、日本を発祥とする東洋武術の馬律を体得していたおかげで、モリアーティ教授との戦いから生きながらえたという、空き家の冒険。 モリアーティ一味の残党から逃れるために姿を、くらましてからの行動は、はっきりしない、チベットなどアジアにまで足を運んでいたという示さもある。空き家の冒険の功を参照。ホームズ自身の説明によると、兄のマイクロフトホームズに資金を援助してもらいながら、モリアーティ一味の残党を倒そうとしたが、うまくいかなかったという。失踪から3年後、モリアーティの復讐の部下である、 セバスチャン・モラン・大佐を捕まえるため、ホームズはロンドンに戻った。老人に変装して、ワトソン宅を訪れ、ワトソンが背中を向けた隙に変装を解いて、正体を明かすという茶目っ気のある方法で再会した、ために、ワトソンを気絶させるほど驚かせた、空き家の冒険。モラン・大佐の逮捕後は、失踪する前と変わらず探偵業を続けた。晩年のホームズは探偵業を引退して、 田舎で養蜂の研究をしていたが、第一次世界大戦の直前には、政府の依頼で、ドイツのスパイ逮捕に力した、最後の挨拶。天才的な観察眼と推理力を持つ、世界でたった一人の、古門探偵である。ロンドンのベーカー街221バイトにある、ハドスン夫人所有のアパートで、相棒のジョン・エイチ・ワトスン医師と共同生活をしている。容姿は、 ヒーローの研究で詳しく描かれている。体格は、創身で、身長は少なくとも6フィート、約183センチメートル以上の長身、和芝なでかどばった顎が目立つ。作者のドイル自身は尖った花のインディアンのような、風貌を想像していたという。性格は極めて冷静沈着。行動力に富み、いざ現場に行けば、地面を張ってでも、事件の一端を逃すまいと、 結起左官になる活動家。反対に兄のマイクロフトホームズは、シャーロックよりも鋭敏な頭脳を持つが、操作に興味がないために探偵にはならなかった、ギリシャ語通訳。バイオリンの演奏にも長けており、ストラディバリ製のバイオリンを所有している。ボクシングは、プロ級、当時は、ベアナックルのロンドンプライズリングルールズから、クイーンズベイルールへ変更した、直後の腕前。 拳銃射撃も弾痕でアルファベットを描けるほどの腕前、マスグレーブ家の儀式。科学実験を趣味とする。ヘビースモーカーであり、ペルシャスリッパの中にタバコをしまう奇妙な性癖があった。事件がなく退屈すると、コカインやモルヒネを使う薬物依存があった。当時は広報であった。薬物に手を出すのはワトソンが何年もかけて止めさせた。 ただし完全に止めたわけではなく、いずれ再発する可能性があったようだ。後年になるとこういったディレッタント風の大敗的な生活態度をやめ、野山や草木に親しむ保守的な英国紳士風の様子を見せるようになる。青年がツピや家族など私的な事柄については本編中にはっきりした記述はない。最後の挨拶でザマンオブシックスティとあるのが、 ホームズの年齢に関するほとんど唯一の記述である。ただ、青年月日は1854年1月6日とする説が有力である。また、出身はイングランドのヨークシャー州、北ライディングという説が有力である。家族については、兄のマイクルフト以外はほとんど言及がない。本人は、先祖は地方の地主で、祖母がフランスの画家オラースベルネの姉妹だと述べている。 ギリシャ語通訳。また、ワトソンが開業していた病院を買い取ったバーナーという若い医者がホームズの登園に当たるという記述が見られるノーウッドの建築業者。父はサイガー・ホームズ、母はバイオレット・シェディンフォードと言われている、聖天に記述はない。複数のシャーロキアンによる様々な説とベアリング・グールドの創作によって生まれた定めである。出身大学についても、 本編中にはっきりした記述はない。クロリア・スコット号事件ではトレバーをカレッジで唯一の友人と記述し、マスグレーブ家の儀式ではレジナルド・マスグレーブ学僚が同じでちょっとした知り合いと述べている。この二人は同じ大学であるとすると矛盾が生じるため、ホームズは二つの事件の間に大学を変わったのではないかと考えるシャーロキアンもいる。その二校の大学は ケンブリッジ大学とオックスフォード大学であり、ホームズが一つの大学の学生であったと考えている研究者も、彼が通った大学はこのうちのいずれかだろうと、みなしている。ホームズはワトソンが書く自分の物語に関してはその、書き方を特に批判している。だが、後に、ワトソンに、そこまで言うなら自分でやるようにと怒られて、自分で書く羽目になった。 白面の兵士では読者を喜ばせるためにワトソンと同じ書き方をしてしまい反省する一幕がある。また、ワトソンはホームズの許可をもらわなければその事件に関する物語を書くことはできない。基本的に自分の名を世間に知られるのは好ましくないと考えている。その割には、ワトソンを自分の電気作家と呼ぶこともあるがため、なかなか許可を出さないが、 他にも依頼人の立場などを考慮していることもある。稀に、いきなりワトソンに連絡を取って一方的に許可を、すこともある。人物表においては辛辣であり、後に、その発言を覆している者の先輩格である、C.O. ギュスト・デューパンやるコックを批判したりしている、ヒーローの研究。ホームズは、女性嫌いとしても知られており、基本的に女性を信用していないようである。 どんなに立派な女性でも100%は信用できないと言って、ワトソンの機嫌を損ねたことがある。ただし、女性の勘については一目置いており、また、女性には紳士的に接する。ワトソンがメアリー・モース・タンと結婚した際にも、お祝いは言わないよと言っている。もっとも、メアリーに悪い感情を持っていたわけではないようで、結婚後、開業医になったワトソンを事件の捜査において、 協力を求める際にもメアリー、あるいはそれ以外のワトソンの妻を気遣いような発言もしている株式仲買店員。ごくごく稀にだが女性に惹かれることもあり、ライオンの縦紙で出会ったモード・ベラミー・ジーには彼女に出会ってはどんな青年も無関心ではいられまい、最も完成された非凡な女性と感銘を受け、数春であるが目を奪われている。 彼の多彩な能力はそのまま犯罪に使うこともできる。ため、ホームズ自身、自分が犯罪者になれば大変なことになっていたで、あろうという胸の発言をし、また、犯罪まがいの行動をとった際には、レストレード警部にも釘を刺されている。再三にわたって、ナイトの地位を辞退している。本人は、肩書きがないのを好むためと言っているが、その一方で、 フランス政府からのレジオンドヌール勲章は受章しており、金縁の美顔鏡、この矛盾については、聖典内で明確な説明はない。作者は、シャーロック・ホームズと正式に名付ける前に、シェリング・フォード、シュリング・フォードないしは、シェリンフォード、シェリンフォードという歌唱を設定しており、後世のパスティー種作品に、その設定が引用されることがある。日本国内においては、 シェリングフォードやシェリンフォードと誤って表記されることも多い。第一作、ヒーローの研究の序盤で、ワトソンはホームズに以下の評価を下している。しかし、ヒーローの研究の事件においてホームズは、ワトソンの判断を覆すような引用、発言をし、後の作品でも多方面にわたる見識と知識を見せている。ワトソンは、後で騙されていたと気づいたと述べている。 ヒーローの研究の時点でこのような評価になった理由は、二人が知り合って間もない上、教養の必要性を主張するワトソンをホームズがからかったためだとされる。後に、オレンジの種5つで、ワトソン自身がこの評価を奇妙な診断症だと笑っている。ホームズのモデルは、作者の医学部時代の恩師で、外科医であるジョセフベルとされている。ドイルは1877年に、 ベルに出会い、エジンバラ王立病院などにも携わり、多くの場合は、法医学を専門としたヘンリー・リトル・ジョイ、教授と共に働いていたと述べている。一方で、ドイルの息子であるエイドリアン・コナン・ドイルは、実際に、いくつかの事件で冤罪を晴らしたことのある、アーサー・コナン・ドイル自身が、ホームズのモデルであると主張していた。以下は、シャーロック・ホームズシリーズの記述から推測される。 ホームズの経歴である。これとは異なる経歴を支持するシャーロケアンも多いことを付け加えておく。シャーロック・ホームズはよくアブダクションを使う。徹底した現場観察によって得た手がかりを過去の犯罪事例に関する膨大な知識、物的証拠に関する科学的知見、犯罪界の事情通から得た情報などと照らし合わせて分析し、事件現場で何が起きたかを推測する。 しばしば消去法を用い、不可能を消去して、最後に残ったものがいかに奇妙なことであっても、それが真実となる。When you've really wanted to the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth, と述べている、ブルース・パーティントン設計図。彼の観察力の鋭さは、白銀号事件で犬が吠えなかったことを指摘したように、現場で起きた出来事だけでなく、 現場で発生すべきなのに起きなかった出来事にも注目した点に表される。この事例はミステリ小説界にとどまらず広く学問の世界においても注意力と観察力はいかにあるべきかを示す事例とし頻繁に引用される。エジプトの警察は過去、研修にシャーロック・ホームズを教科書として採用していた。彼は音楽と タバコと有毒植物と過去の犯罪に特に詳しく、前例とタバコで解決した例も少なくない。タバコの灰の見分け方に関しては論文も書いている。また、彼はベーカー街遊撃隊、ベーカーストリートイレギュラーズと呼ばれる貧しい少年たちに小遣いを与えて情報収集させることもある。あまりにも人気があるため、実在の人物とみなして、ただし、 本当に実在していると信じているというわけではない。数多くの人たちがホームズを研究している。彼らはイギリスではホームジアン、アメリカや日本ではシャーロキアンと呼ばれる。シャーロキアンの組織は世界中にあるが1934年にアメリカのニューヨークで設立されたベーカーストリート、イレギュラーズが最も古い。イギリスのロンドンにはシャーロック・ホームズ教会が 日本には日本シャーロック、ホームズクラブがある。ホームズはまた多くの俳優に演じられた架空人物の一人に数えられる。ギネスブックによれば最も多く映画化された主人公として記録されている。ホームズ映画は映画そのものとほぼ同じ歴史を持つとも言える。最初期の無制映画時代にはドイルの許可も得ないホームズ映画が相当数作られたと考えられている。 アメリカンフィルムインスティチュートが企画した AFI アメリカ映画100年シリーズではアメリカ映画の名セリフベスト100で彼のセリフエレメンタリーマイリアワトソン基本だよワトソン君が65位にランク入りしている他にロジャー・ムーア、ルパート・エベレットなどもホームズを演じているなお従来の推理物と違うものや一風変わったホームズを演じた人物には 以下のようなものがある 5. おさむき